こんにちは、こんばんは、葵です。ジャーナルジャーニー、17回目、始めます。さて、もうね、前回、衝撃のね、第11章でしたね。いや、もうね、もう、この先何があっても、もう、驚きます。それでは、続き行きましょう。第12章、ついに来た。王宮書記官の旅6。新暦1498年2月。後かな？ジャニーの馬車は街道を東に向かって走っていた。真冬の街道は色合いが薄く、辺り一面が薄茶色に塗り尽くされたようだった。空は鉛色の雲に覆われ、今にも雪が降り出しそうな気配を携えていた。時折吹きすさぶ北風がピューッと音を立てると、なぜだか少し寂しい感じがした。冬だね。ジャニーが誰にでもなくぽつりとつぶやくと、急に馬車の速度が落ちるのを感じた。あ、あれは。ん、どうした？ジャニーは大声で御車に尋ねた。はい、あそこに馬車が止まってます。馬車だと？転覆でもしたのか？あれはおじいちゃんだよね、マスケス？まあ、言っちゃなんだけど、企み深いじじい？そういうこと言っちゃダメ？まあ、後のように、彼の行いがわかるということだよね。で、あそこに座ってるのが、シンクちゃんの妹のアルバだっけ？ジャニーはゆっくりと窓を開けようとした。いえ、ただ、止まってます。御車がそこまで言うと、今度は突然大きな声になった。あ、あれは、ボンアムの馬車ですよ。あ、確かにね。何？ジャニーは今しがた開けた窓から身を乗り出して前方の馬車を見合った。ボンアムの馬車か。しかしあんな馬車は見たことがないぞ。ジャニーは御車を疑った。でも確かに、白馬二頭立てのね、クーペを改造したとかいう。あれは王子の馬車ですよ。出発するのをこの目で見ましたから。王子の馬車だと、ジャニーは嫌な胸騒ぎがした。何かあったのかもしれん。横に止めろ。ジャニーは御車に命令した。この御車って、あの御車とは違うよね。現在進行形の御車とは違う御車かな？ジャニーがゆっくりと王子の馬車に近づくと、座席に倒れ込む少女に何かを飲ませている老人の姿が目に入った。何をしてるんだ？え、もう亡くなったんだよね、あの子は。ジャニーが不思議に思っていると、その老人が顔を上げた。祭事長だよね。企み深い、やめとこう。老人がマスケス祭事長であったことに驚き、ジャニーは上ずった声になっていた。ジャニーは薄茶色のわだちに足を取られないよう意識して、足早に祭事長のもとへ歩いていった。おや、これはジャンセン君ですかな？マスケスの方もこんなところにジャニーがいることに驚いているようだった。これはマスケスは会っちゃいけない感じかな？最長、どうしたんです？ジャニーは尋ねた。マスケスはアルバの頭をゆっくりと元の位置に戻すと、ジャニーの前に歩み寄った。いやいや、王子の旅に便乗してシュラバリー家に行ってましたぞ。そうしましたら、シュラバリー家が流行り病に倒れてましてな。アルバ殿の遺体を連れて王宮へ引き返していたところでしてな。マスケスは一息でそこまで話すと、左手に髭を触りながら後ろのアルバの方を振り返った。ジャニーはマスケスの肩越しに座席でぐったりしているアルバの方を見た。アルバが死んだ？そうですぞ。ボーモンティア様同様、アルバ殿も病に倒れてしまいましてな。マスケスは少し下を向いた。ジャニーは昨年まで王宮にいたアルバのことを思い出していた。やっぱ顔見知りだよね。シンクホールの二つ下で明るく活発な女の子だった。ジャニーの授業にも何度か顔を出したことがあり、剣術などもとつなくこなす器用な子だった。ああ、そうなんだ。まさか、あのアルバが死んでしまうなんて。
ジャニーは知った顔の死に少しだけショックを受けていた。しかし最初、一体どんな病なんです？ジャニーは尋ねた。まずは熱病ですな。そしてしばらくすると目から血を流し、その後は体中から血を吹き出して死に至りますぞ。アルバドの最後は、それは壮絶なものでしたぞ。思い出すだけでもかわいそうでなりませんな。マスケスは残念そうに言った。そんなにひどいのですか？ジャニーは遠巻きにもう一度アルバを見た。でも一体なぜアルバにも？一年くらい前でしたよね。アルバがボーモンティア様を看病すると言って王宮を離れたのは。そうですな。アルバ殿は熱心に看病されてましたぞ。ではなぜ？ふむ、流行り病の恐ろしいとこですな。人から人へ伝播するのが流行り病ですな。それでアルバにも？そうですな。ボーモンティア様の病がアルバ殿にも伝播したように見えますな。これは過去にもあったようでしてな。シュラバリ池では数十年に一度くらいの割合で発生しておるようですな。辺境の地におられるのもこれが理由の一つを聞いたことがありますぞ。俗に言うシュラバリーの呪いですな。シュラバリーの呪い？ジャニーは言葉の不気味さに少しだけ顔が引きつった。では、病ではなく呪いなのですか？いやいや、ジャンセン君。この世に呪いというものは非常に数が少ないのですぞ。あるはあるんだ。全くないとは言えませんが、ほとんどの場合は人々の恐れから来る信仰に近いものか、はたまた流行り病に類するものですぞ。同じような症状で人が死んでいくと、人々はなすすべがないので、それを呪いとして処理してしまいますな。シラバリー家の呪いも病と考えて薬を処方していたんですぞ。しかし、ボーモンティア様には。マスケスは先ほどアルバに与えていた薬の小瓶を見つめていた。ジャニーも釣られてマスケスの右手にある小さな瓶を見つめた。それが薬ですか？そうですぞ。病を治すために調合していた薬ですぞ。しかし、これでは助けることができませんでしたな。マスケスは悔しさをにじませていた。ひょっとしてマスケスが、何か細工したのかなとか思ってたけど、そういうわけではないよね。そうなんですか。では、アルバはまだ、先ほど飲ませていましたよね。もう亡くなったんじゃないの？ジャニーはマスケスがアルバに薬を飲ませていた光景を思い出していた。いやいや、ジャンセン君、残念ながらアルバ殿はもう、マスケスはそこで一層の悔しさを見せた。流行り病を呪いと信じたくなる最後の理由ですな。死してなお、この病は伝播する可能性がありますな。ああ、なるほど。菌は生きているということか。なので、それを防ぐため、先ほどはアルバ殿にこの薬を振りかけてましたぞ。決して飲ませていたわけではありませんな。ジャニーは病の恐ろしさを感じながらも、自身の心に一つの疑問が浮かび上がるのを感じた。最初、では、なぜアルバを王宮に？ふむ、王子の言いつけですな。この流行り病を研究し、薬を完成させよ、と言いつけられましたぞ。ジャニーはそこで初めて、この場に王子がいないことに気がついた。なんかすごい違和感だな。ジャニーはマスケスの後方にある王子の馬車を確認した。先ほどと変わらず、アルバの遺体が倒れ気味に馬車に座っているだけで、やはり王子のいる様子はなかった。前回の最後で、王子と会ったのは何だったんだ？ところで最長、王子はどこにいるのですか？ジャニーがマスケスに問いかけると、マスケスは一瞬だけ顔を曇らせた。うん、王子ですな。王子は、神王の証を得るたびに出られましたぞ。徒歩なんだよね、多分。え、こんな状況なんですか？ジャニーは驚いて聞き返した。こんな状況だからかもしれませんぞ。王子はこの病を憂いていましたからな。それにこの病が国中に広がることを恐れてましてな。民のためにも一刻も早く王になると決意されておりましたぞ。王子がですか？あの王子が？ジャニーは子供の頃から知る王子の顔を思い浮かべた。そうですぞ。立派になられましたな。
マスケスは感慨深げだが、やはりジャニーはあの王子の言葉とは思えなかった。うん。そうですか。で、その王子はどちらに向かわれましたか？祭司長も知っての通り、私は王子の護衛を行わなければなりません。ジャニーがそこまで言うと、マスケスは何かを思い出したような顔になった。そうでしたな、ジャンセン君。後をつける係でしたな。王子はこの先の十字路を北に向かわれましたぞ。マスケスは後ろを向き、街道の先を指さした。十字路、シラバリーの屋敷へ向かう手前の十字路ですか？ジャニーは確認した。そうですな、その十字路ですな。嘘かな。そうですか、ありがとうございます。ジャニーが礼を言うと、マスケスがお願いがあると言ってきた。ジャンセン君、御車をお借りできませんかな。御車？御車を？なぜです？ふむ、夜通し看病しておりましてな、このままだと手綱を握ったまま眠ってしまいそうでしたな。ジャニーには珍しくマスケスが弱音を吐いているように見えた。あ、そういうことですか。わかりました。あ、これで御車が交代するという感じかな。あの、僕たちの見知った御車、子供っぽい御車になるという。ジャニーは遠巻きに馬車の横からこちらを見ていた御車を呼びつけると、ことの経緯を説明した。いやな。では最初、私は王子の後を追いますので、これで。ふん、では王子をお願いしましたぞ。ええ、最長もお気をつけて。ジャニーはそう言って馬車へ戻っていった。ジャニーは街道の十字路で馬車を止めていた。東の空に幾筋かの煙が上がっているのが見えた。雲の切れ間へ吸い込まれる白い煙がシラバリーの屋敷の方角であることが気になっていた。ああ、もう館、焼いたからね。祭司長が王子の馬車を使っていたってことは、王子は徒歩ってことになるのか。であれば、シラバリーの屋敷を見てからでも追いつけるか。ジャニーは鞭を入れると、街道をそのまま東へ向けて進んでいった。あ、そうか。前回のラストの前ってことになるか。じゃあね。しばらくすると街道は緩やかな坂道になり、辺りが荒涼としてきた。木々は背を低くし、道の左右には大小の石ころが転がってきた。オアムの辺境と呼ばれるこの地方に来たのは初めてだった。ジャニーは辺りを見回しながら、シラバリーの屋敷に続く道を見定めていた。のろしのように筋を上げる白い煙は、今や北側に見えており、なんだか焦げ臭いような気もしてきた。この道で合ってるのか？ジャニーは一人つぶやき、馬車を左折させた。そこからさらに小一時間はかかっただろうか。ジャニーは煙の元にたどり着いた。これがシュラバリーの屋敷なのか？ジャニーは門から屋敷へ続く道を歩いていた。空からは黒いすすが降り続いており、前方には焼け崩れた屋敷と思われるものがあった。ところどころからまだ白い煙が立ち上り、くすぶり続けているようだった。ジャニーが黒焦げの焼け跡に足を踏み入れると、足の裏にかすかな暖かさを感じた。しかしひどいな、なんで焼け落ちてるんだよ。ジャニーは疑問に思い、辺りを見回した。すると左手の方に火災を免れたのか、小さな小屋が立っていることに気がついた。一応あれも見てみるか。ジャニーは焼け跡から小道に戻り、小屋へ向かって歩き出した。これもマスケスの計算なのかな。透明からではよくわからなかったが、近づいてみると小屋の脇に小さな墓らしきものが目に入った。あまりにも粗末な感じなので、ジャニーには犬か何かの墓のように思えた。ジャニーが小屋の前までやってくると、小屋の中に人の気配を感じた。誰かいるのか？まさか新コフィル？大丈夫だ、落ち着け。ジャニーは小声でささやき、扉のノブに手をかけた。そして一呼吸置くと、勢いよく扉を開けて小屋の中を確認した。これが前回のラストだよね。すると右奥にあるベッドの中で中腰になり、
後頭部を押さえている王子の姿があった。お、ポンコツ王子か。こんなところで何してる。え、ジャニー。ジャニーの言葉に驚いたのか、王子はこちらに振り向き目を丸くしていた。頭大丈夫。ジャニーは小屋に入ると、左手にあった椅子を持って王子のいるベッドの脇まで向かった。そしてそこに椅子を置いて腰掛けた。お前王子だよな。ジャニーはあえて冗談交じりの口調で言ってみた。王子は状況を理解できないのか、ポカンとしている。おい、聞いてるか。ジャニーが重ねて質問すると、やっと王子は答えた。そう、本物の王子だよな。え、ああ、聞いてるよ。でも、なんでジャニーがここにいるの。ジャニーは呆れた表情になり、そこで一度背伸びをした。それはこっちが聞きたいね。なんでお前がここにいるんだよ。最長の話じゃ、親王の証を得るたびに出たってことになってたぞ。王子はそれを聞くと何かを思い出したようだった。最長？マスケスに会ったの？ああ、あったぞ。ここへ来る前に街道でな。何でもアルバの遺体を王宮に持ち帰って病の研究をするとか。え、ちょっと待って。アルバの遺体って、どういうこと？ちょっと話が噛み合ってないね。ん？お前、ここにいて知らないのか？流行り病でボーモンティア様とアルバが死んだって言ってたぞ。最次長は。そんな、アルバが死んだなんて。王子は嘘だと言わんばかりだ。まあな、あの若さで死んじまったらな。そうか、お前が仲が良かったもんな、アルバとは。そうだよ、アルバが死んだなんて信じられないよ。王子は悲痛な顔をしていた。ジャニーは王子の肩に手を置いて、仕方ないこともあるだろうと慰めてやった。で、お前はなんでここにいるんだ。ジャニーが質問を振り出しに戻した。僕は、王子は必死で思い出そうとしているようだ。僕は確かに親王の証を得るたびに出た。いや、出ようとしていたらマスケスが来たんだ。ほう。ジャニーが合いの手を入れた。そしたらマスケスが修羅場池に行くって言うから、ついでに乗せて行ってあげるって言って。それでジャニーが先を促す。うん、馬車で街道を走っていたらすごく寒くてね、マスケスに仮面を借りたんだ。仮面？どういうことだ？なんて言ってたかな？年輪の仮面だっけな？これがもうスペシャルアイテムなんだよな。なんか多くの秘宝らしくてね、その仮面をかぶって昔のことを思い出すと体が温まるんだ。まあそれもそうなんだけど、それはもう、ギミックだったってことだよね。体が温まる？不思議な仮面だな。ジャニーがいぶかしいんだ。そうだね。でもマスケスならそういうのを持ってても不思議じゃないじゃん。まあ確かにな。ジャニーは少しだけ納得した。で、お前はその仮面をかぶったんだな。その後どうした？ジャニーの尋問が続く。かぶったよ。で、その後は体が本当に暖かくなって、そのまま眠ってしまったんだと思う。のんきやな。王子はそのあたりまで言うと首をひねった。思う？覚えてないのか？うん、多分眠ってたんだと思うよ。で、さっき起きたらいきなりジャニーが現れてびっくりしたんだから。お前はどんだけ寝てたんだよ。ジャニーは呆れていた。知らないよ。寝てたんだからさ。王子は少し膨れつらになって続けた。で、ここは一体どこなの？ん、修羅張りの屋敷だと思うぞ。いや、焼け落ちていて屋敷はないから、屋敷跡かな。ジャニーがそう言うと思い出したかのように王子はまた窓から身を乗り出していた。おい、危ないぞ。また頭打つよ。ジャニーは王子の腰のあたりを掴んで引き戻そうとした。ジャニーと王子は小屋の横にある墓を調べていた。どうやら即席で作られた墓だが犬用ではないみたいだ。ジャニーの目の前にある木材にはダウリカと彫られていた。おい、これ人の墓みたいだぞ。ダウリカだって？そっちは？ジャニーは右側で同じように墓を調べていた王子に問いかけた。うん、こっちはボーモンティア様の墓みたいだよ。でもなんで、こんななんだろう。うん、お父さんと執事のお墓。王子が疑念の表情を浮かべていた。普通じゃないよな。荒れ地の領主ったって、一応王族だろ？こんなちっぽけな墓じゃないだろ、普通は。
そうだね。普通なら王宮の墓地に埋葬するはずなんだけど。王子は腕を組んで何かを考えているようだった。ねえ、ここにあるのはボーモンティア様とダウリカって人の墓でしょ？多分だけどダウリカってのはこの小屋を使っていた執事だと思うんだよね。で、アルバはマスケスが連れて行ったんだよね。そうだな。ジャニーは王子の方を見た。じゃあさ、シンクホイルは？王子に聞かれ、ジャニーは辺りを見回したが、シンクホイルの墓らしいものは見当たらなかった。ないな。シンクホイルの墓がないってことは、この墓を作ったのはシンクホイルってことか？じゃあ奴は生きてるのか？だよね。王子の顔がパッと明るくなった。まあ、親友だからね。いや、そうでもないか。ジャニーが自身の発言をすかさず否定した。あっちを見てみろ。あの焼け跡、シンクホイルは向こうで焼き死んでいるかもしれないぞ。え、そんな不吉なこと言わないでよ。王子が遠目で焼け跡を見ながら言った。じゃあ向こうの屋敷をもう少し調べてみるか。ジャニーは王子を促すと先ほどの焼け跡に向かって歩き出した。あ、ちょっと待って。ジャニーが振り向くと慌てた様子で王子が自身の体のそこかしこを触っていた。あ、あれか？何やってんだあいつは。ジャニーがそう思っていると王子が叫び声を上げた。わ、ないよジャニー、王家の紋章がないよ、持ってかれちゃったよ。何がないって？ジャニーはキビスを返して王子の元へ戻った。なんだよ、何がないって？王家の紋章だよ、ここに入れてたのになくなってるんだ。王子が胸ぐらに右手を突っ込んでわしゃわしゃとまさぐっている。旅で言葉を刻むっていうあれか？そうだよ、あれがないと神王の証を得たことにならないんだよ。なんでそんな大事なもんなくすんだよ。小屋の中にでもあるんじゃないか？ジャニーがそう言うと王子は一目散に小屋へ駆け込んでいった。まさかあのおじいちゃんに取られるとは思わんもんね。全く相変わらずポンコツ王子だな。あの頃からちっとも変わってないな。ジャニーは場違いだと分かっていながら、なんとなく微笑ましい気持ちになった。しかし、それと同時にマスケスが言っていたことが引っかかった。だよね。民のために一刻も早く王になる？本当にそんなこと言うのか？この王子が？そこへ青い顔をした王子が小屋から飛び出してきた。ジャニー、やっぱりないよ。どうしよう。王子が情けない声で失望をあらわにした。民のため？嘘だろ。ジャニーは王子の姿をまじまじと見つめていた。なあ、ちょっと聞いていいか？ジャニーは肩を落としてうつむく王子に問いかけた。その王家の紋章っていくつあるんだ？いくつって、父のを除けば一つしかないよ。なくしちゃったけど。相変わらず王子は落胆の表情だ。一つってことは、ある意味、お前専用の紋章だったってことか？ちょっと違うかな。僕専用じゃなくって、僕の代には一つなんだよ。僕が紋章に言葉を刻んで王になれば、その時に僕の血を注ぎ込んで、次の代のために新しいのが作られるはずだよ。なるほど。ジャニーは一つ納得して、次の質問をした。じゃあさ、その紋章に言葉を刻む、神王の証の儀式って、誰がやってもいいのか？え、誰がって、どういうこと？王子にはジャニーの言ってることがよくわからなかった。そうだな、例えば、俺がお前から紋章を奪い取ってそこに言葉を刻むとか。王子はそこで理解したのか、少し考える仕草をした。それは無理なんじゃないかな。なんでだ？紋章に文字を刻めるのは王族だけって聞いたことがあるよ。そうなのか。じゃあ、どうやって刻むんだよ。さっきシンクホイルも王族って言ってたよね。原動力で念を送る感じかな。刻むというより焼き付けるって言った方が近いかもね。なるほど。じゃあ王族以外がやっても焼き付かないってことだよな。まあそういうことになるね。でもなんで？王子が率直に疑問を投げかけた。ああ、ちょっと気になることがあってな。だいぶ気になることがあるね。ジャニーはそこで手帳を取り出すと、今までのやり取りを簡単に書き留めた。ちなみにだが、もしお前が紋章に言葉を刻む前に死んだ場合はどうなるんだ？何それ、変なこと言わないでよ。王子が嫌な顔をして文句を垂れている。いや、真面目に聞いてるんだ。王位継承順ってどうなってるんだ？
俺はボーアムの出身じゃないから、その辺をあまり気にしたことがなかったからさ。そうか。ジャニーが真剣な面持ちで質問すると、王子はしぶしぶ答えた。そうか、シンコイルもそういうの関係してくるの？僕は、あ、一人っ子だからね。多分僕が死んだら今のところ年齢的にもシンクホールじゃないかな。そういうことか。やはりジャニーはそこで答えにたどり着いたような気がした。さすがジャニー。なあ王子、ついでにもう一ついいか。王子はうんとうなずいた。お前さ、民のために一刻も早く王になるとか言ったことあるか。ないよ。僕なんてまだまだだから、父にはずっと元気でいてもらえないとって思ってるくらいだよ。王子は恥ずかしげもなく言った。だよな、言わないよな。ジャニーは軽く笑い飛ばした。何それ。王子が頬を膨らませるのを尻目に、ジャニーは焼け跡の方へ歩いていった。これでマスケスの企みに気づいたわけかな。ジャニーと王子は半日をかけて焼け跡を調べて回った。途中何度か王子が音を上げていたが、ジャニーは徹底的に調べて回った。いや、まだそこまでたどり着いてないか。そりゃそうだよな。だがどんなに調べても人骨らしいものは見つからなかった。燃え尽きて灰になってしまっている可能性もあったが、ジャニーにはそうは思えなかった。よし、これくらいにするか。ジャニーが王子に声をかけると、すすで顔を真っ黒にした王子が安堵の表情を見せた。そうしよう、もう疲れたよジャニー。王子はその場に座り込んでしまった。ねえ、これだけ探しても見つからないってことは、やっぱ新婚夫婦は生きてるんだよね。王子が座ったままの体勢でジャニーに質問した。だろうな、もしくは骨まで残らず灰になってるかだな。ジャニーがいたずらっぽく言うと、王子がまた不満を漏らした。そんな怖いこと言わないでよ。で、どうすんの？これから。ジャニーがあたりを見回すと、西の空にかすかな夕焼けが見えた。そうだな、今日はもう遅いから、さっきの小屋で一泊するか。ジャニーは座り込む王子に手を差し出した。王子はジャニーの手を取り、ジャニーに引っ張ってもらいながら立ち上がった。しかし真っ黒だな、お前。ジャニーが王子の顔を指摘すると、王子もジャニーの顔が真っ黒だと言い返した。そうして二人はとぼとぼと小屋へ向かって歩いていった。そういえば、小屋の横に井戸があったよね。王子はそう言うと真っ先に走り出した。ジャニー、僕が先に使うからね。ジャニーは無邪気に走り出した王子の背中を見ていた。一通り裾を払い、小屋に戻ると空腹が襲ってきた。ジャニーは馬車の中に食料があることを思い出し、それを王子に取りに行かせた。その間ジャニーは釜に薪をくべて火を起こしておいた。冬の寒さが釜の炎でかまされ、小屋は居心地の良い空間になっていた。ねえジャニー、なんであんなに食料があるの？小屋に戻ると開口一番に王子が言った。あんたを追いかけるためだよ。ジャニーは任務のことを王子に話してしまうか迷っていたが、この状況なら構わないだろうと思った。あ、話すんだ。食事を取りながらジャニーは自分の任務について一通り王子に話した。王子は驚いていたが、一人旅じゃ不安だったのですごく嬉しいと的外れな感想を漏らしていたが、ジャニーの任務については理解したようだった。食事が済み一段落するとジャニーはテーブルに座り手帳を広げた。なあ王子、ちょっと聞いてくれないか。ジャニーはベッドで寝転ぶ王子に向かって言った。昼間話したことは覚えてるか。うん、何。王子は寝転びながら顔だけをこちらに向けた。紋章のことだが。うん、それがどうしたの。屋敷を調べながらもずっと考えていたんだが、こういうのはあると思うか。王子はジャニーが真剣な顔つきになるのを見て取ると少しだけ体を起こした。まず墓もなく焼け跡に骨もないシンクホイルが生きていると仮定する。そして
お前の紋章を奪ったのもシンクホイルだとすると、シンクホイルが神王の証を手に入れる権利を得たことになるよな。王子は少し考えてから、そうだね、と言った。で、その紋章を持ったまま旅をして、言葉を刻めばボアムの王になれる。奴も王族だから刻むことは可能だろう。で、ここがちょっと引っかかるんだが、例えばお前が生きたままでシンクホイルが言葉を刻めば、シンクホイルは王になれるのか？そこまで話すとジャニーは王子の返答を待った。王子は右上の中空を見つめながら何やら考えているようだ。やっぱり無理なんじゃないかな。いくら神王の証を持っていたからって僕がいればやっぱり僕が王になるんじゃないかな。そうだよな。そこなんだよ。もし俺がシンクホイルで王の座を狙っていたんなら、紋章を奪うだけじゃなく、お前を殺してるんだよな。ジャニーが平然と言うと、王子は少し身を引く仕草をした。ジャニー、怖いこと言うね。ジャニーは王子の方をちらっと見ると、あ、悪かった。とだけ言って続けた。だとすると、紋章を奪ったのはシンクホイルじゃないのかもしれないな。ジャニーはそこで手帳に目を落として考え出した。すると王子が急に何かをひらめいたのか声を上げた。あ、そういえば夜中寝てる時に一度だけマスケスが来た気がするよ。お、覚えてる？何？本当か？ジャニーは顔を上げた。うん、そうか。あの時に紋章を取られたのかも。でもなんでマスケスが紋章を取るのかな？おお。王子が首をかしげている。祭事長か。例えば祭事長が紋章を奪ってシンクホイルに手渡す。そしてシンクホイルにはお前が死んだと吹き込めば、あの真面目なシンクホイルのことだ。きっと責任感から自分が王になると言うだろうな。そうなればシンクホイルがお前を殺すことはないな。でもそうすると祭事長は何のためにそんなことをしたんだ？それに祭事長がお前を殺さなかったことも納得できないな。やっぱりお前が生きていることが謎なんだよな。なぜお前が生きている？ジャニーは右手のペンをくるくると回しながら再び考え始めていた。ひどいな。ジャニーは僕をそんなに殺したいわけ？あ、僕が死んじゃったらジャニーの任務も失敗になっちゃうじゃん。護衛なんでしょ？それでいいの？王子が笑いながら言った。任務？俺の任務か。確かに俺の任務を知っているのはエレファン王と最長だけだ。お父さんね。そうか。そういう可能性はあるかもしれないな。ジャニーは手帳に何やら書き込むと考えをまとめ始めた。ジャニーはしばらく黙って手帳に何かを書き込んでいた。そして何かひらめいたのか、突然手を打ったりしていたが、しばらくするとまたその表情は渋くなり、手帳を見つめたままペンを回したりしていた。なあ、なんとなく分かってきたんだが、どう考えても一つだけわからないんだよな。ジャニーは半目で睡魔と戦っている王子に話しかけた。何？王子は目をこすりながら答えた。さっきお前が言ってただろ、俺の任務のこと。王子はまだ上の空のようだが、ジャニーは構わず続けた。多分だが、それは合ってると思う。最長は俺の任務を知っていた。だから街道で会った時も王子が北へ向かったって言ったんだと思う。お前じゃなくてシンクホイルの方を追わせるためにな。え、マスケスはそんなこと言ったの？あれ、さっき話さなかったか？いや、初見だよ。さっきはアルバのことしか聞かなかったと思うよ。王子は眠気を振り切るかのように頭を振っていた。そうか、まあそれはいいや。で、お前を殺さなかった理由も同じだと思う。同じ？そうだな。例えば俺がシンクホイルを追って見失ったとする。そうすると俺はお前の情報を求めてあちこちで聞き込みをするはずだ。任務があるからな。ジャニーがそこまで言うと王子が何が同じだの？と割り込んできた。いいから最後まで聞けよ。ジャニーは王子を制すると続けた。聞き込みをしている最中にだ。本物の王子であるお前がシンクホイルとは別の場所でフラフラしてたらどうなる？北の村へ行く王子を見た。はたまた西へ歩いている王子の姿を見た。なんて言われたらどうだ？ジャニーはペン先を王子に向けて意見を待った。そうだね。どっちに行っていいか迷うね。だろ？多分だが、最長がお前を生かしておいた理由はこれだと思う。俺を迷わせることが目的なんだよ。ジャニーがそう言い切ると、
何か不満があるのか王子が浮かない顔つきになった。ジャニー、あのさ、新コイルの顔って覚えてるよね。なんだ？突然、それは覚えてるよ。当たり前だろ。じゃあさ、たとえ迷ったとしても新コイルを見つけたら、ジャニーなら僕じゃないってすぐわかるよね。確かにそうだな。多分体つきも、多分全然違うんだろうね。マッチョだろうし。ジャニーは黙り込んでしまった。すると王子はさらに続けていった。それにさ、ジャニーの任務がなかったら僕はマスケスに殺されていたかもしれないんでしょ？でもさ、なんでマスケスはそんなことするのかな？王子の言葉にジャニーは反応した。そこなんだよ。ジャニーはペンを振ってもう一度王子を刺した。祭司長がなぜこんなことをしているか、そこがわからないんだよ。ジャニーが語気を強めて言うと王子があっさりと答えた。え、じゃあマスケスに聞いてみようよ。ジャニーには典型だった。そうだね。なんでもっと早く気づかなかったんだ？会えるかな？最も単純な方法、王子坂本龍馬的。最長なら王宮にいることが分かってる。明日の朝にでもここを立てば夜には王宮に着くだろう。ほとんど出かけることもない最長なら王宮に戻ればいつでも捕まえられる。お前見かけによらず頭いいな。ジャニーは王子に向かって声を上げた。え、何が？王子はキョトンとしている。最長だよ。そうだよな。最長なら王宮に帰ればいつでも話を聞けるな。会えるかな？え、うん、それはそうだよね。王子はなおもキョトンとしていた。翌朝、ジャニーがくすぶる釜の炭を足で踏みつぶしていると、王子がふらふらと起きてきた。おはよう。早いね、ジャニー。あ、出発するぞ。お前も早く準備をしろよ。え、出発って王宮に戻るの？王子はテーブルの前にある椅子に座りながら言った。そうだな。今から出れば夜には着くだろう。ジャニーは釜の火を消し終わると、テーブルの上に置いてあったパンを王子の前に差し出した。王子はそのパンを取ると小さくちぎり口に含んだ。あのさ、ジャニー。ん？なんだ？飲み込んでから言えよ。もぐもぐ。王子は何事かを考えているのか、えらくゆっくりとパンを飲み込んだ。ジャニー、ちょっと言いにくいんだけどさ。王子はまたそこでパンをちぎった。なんだよ。ジャニーは王子の言葉を待った。王宮に戻るのはやめにしない？あ？なんでだよ。最長に話を聞くんだろ。ジャニーは王子の提案に面食らった。そうなんだけどね。昨日は言い忘れてたんだけど、新王の証の旅ってさ、言葉を得るまで帰っちゃダメなんだよね。おー、なるほど。王子はそこまで言うと手に持っていたパンをゴニョゴニョと丸め始めた。なんだよそれ、しきたりなのか？うん、だから僕は王宮には行けないんだよね。王子は申し訳なさそうにもじもじしている。ジャニーは少し考えてから言った。そっか、じゃあ俺一人で行くよ。まあそういうことになるね。それは嫌だよ。は？お前行けないんだろ？だったら俺一人で行くしかないだろうが。お前はその間にでも新郎の証の旅をしてろよ。いや、それも無理じゃん。だって紋章ないんだよ。それに僕は命を狙われてるんでしょ？ジャニーの護衛がないと僕死んじゃうよ。王子がへりくつのようなわがままでジャニーに迫った。ジャニーにしてみれば一刻も早く最長からことの真相を聞き出したかったが、王子の言ってることにも一理あると思った。この状況でこいつを一人にすれば確かに命を狙われる可能性もあるだろう。じゃあどうすんだよ。ジャニーはうなった。新コイルを追わない？王子は先ほどから丸めていたパンを口に入れるとそのまま続けた。新コイルに会えばさ、紋章も返してもらえると思うんだよね。そうすれば僕の新郎の証の旅もできるし、それにマスケスに何を言われたかも聞けるんじゃないかな。ジャニーは腕を組んで本格的に悩み出した。シンクホイルか。多分徒歩で旅をしているはずだから、そう遠くまでは行ってないだろう。それに王子が直接会って生きていることを知れば、確かに紋章は取り戻せそうだよな。しかし最長に何を吹き込まれているかは聞けても、最長の目的を知ることにはならないだろうな。参ったな。その時、王子がまた話しかけてきた。ねえジャニー、紋章を取り戻して僕がすぐに言葉を刻めば新郎の証を得る旅は終わらせられるよ。
そしたら王宮にも戻れるんだからさ。やっぱそっちの方が良くない？ジャニーは顔を上げた。そこにはのんきにパンを頬張る王子の顔があった。お前は相変わらずだな。調子のいいことばっかり言いやがって。わかったよ。とりあえず新婚色を探してみるか。王子案採用。な、今の聞いてたか？ジャニーは王子に話しかけた。うん、薬草を取ってきてくれたってことだよね。あ、新婚色なら村人の手助けとかやりそうだよな。ジャニーは家の中へ戻っていく老婆の後ろ姿を目で追っていた。でもな、見た目の特徴が新婚色じゃないんだよな。ああ、もう顔すでに変えられてるから、マスケスにね。そうだね、どういうことなんだろう。別の旅人なのかな。ジャニーは今しがた老婆に見せていた新婚色の顔を描いたスケッチに目を落としていた。わからん。でも街道を北に進んだ最初の村はここだよな。そうだね。ジャニーが道を間違えてなければだけど。王子がジャニーを横目で見ながら、ちくりと皮肉のようなことを言った。間違わないだろ。ほとんど一本道だぜ。ジャニーは手帳を閉じると客車の扉を開けた。よし、じゃあもう少し先に行ってみるか。ジャニーは王子に向かって言った。まだ僕が運転するの？助手席は寒いんだけど。王子はジャニーの言葉に頬を膨らませた。次の村に着いたら交代してやるから、それを着て我慢しろよ。ジャニーは客車に置いてあったコートと帽子を王子に渡してやった。やっぱりな、やっぱりな。え、どう？風天の御車って感じじゃない？うん、違和感ゼロ。うん、このブカブカ帽、そうだよね。じゃああの御車が結局王子そのものだったってことかな？そうか。王ちゃんって言ってたでしょ？王ちゃんの王は王子の王だったってことだよね、多分。あ、なんだよそれ。ジャニー知らないの？南ボーアムの英雄だよ。おう、知らねえよ。ってか、なんで御車が英雄なんだよ。本当知らないの？じゃあ、雨天の執事は？晴天の庭師は？そうだ、接天の家政婦はね。王子の南ボーアム話に火をつけてしまったと、ジャニーは少しだけ後悔した。完全に王ちゃんだ。ジャニーは馬車の中で地図を広げていた。いや、これもかなりの衝撃ですけどね。あの話し方とかね、完全に王子だったもんね。おい、ダムイの村はそこを右だぞ。ダムイか。ジャニーは大声で客車の外で手綱を握る王子に向けて言った。なんか、似合ってるな、王子。ここ、右でさ、へい！なんだ？その喋り方は。ジャニーは顔を上げた。南ボーアムの鉛だよ。汽車っぽくない？もうそのものになってるよ。王子は笑いながら言うと、馬車を右折させた。そうなのか？俺はボーアム出身じゃないからわからないが。まあ確かに、汽車っぽいな。でしょ？王子は嬉しそうに言うと振り返り、背後にある客車の窓を覗き込んだ。うわ、お前危ないだろ。ちゃんと前を見とけよ。そんな王子をジャニーが注意すると、王子はおどけたまま御車を続けた。ちゃんと見てます。スピードを上げるんでお気をつけなし。ジャニーの馬車はガタゴト揺れる。サスペンションついてないからね。こうしてジャニーと王子の新婚オイル追跡の旅が始まった。しかしジャニーたちはこの時の新婚オイルの姿が王子そのものであることを知る由もなかった。そうだよね。いや、すごく面白かった。面白すぎる。あ、バッジもゲットしました。王ちゃん。王ちゃん。はい、ということで、次回がおそらく最終章ということになるんじゃないかな？ただね、この作品自体のサブタイトルだよね。これずっと気になってたんだけど、何なんだろう。かなり不穏な。ねえ、サブタイトルだよね。さあ、気になるところですが、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。つっつっ。